ヨギボーアスレチックチャレンジカップ2024グランプリ男子 5000m 決勝が新潟県ビッグスワンで行われましたので結果を振り返ります日本人トップ2番手でフィニッシュしましたのは鈴木芽吹選手トヨタ自動車13分13秒80ということで自己ベストを見事マークしましためちゃくちゃいいレースでしたねまああのコエ選手がしっかりペースメイクしたっていうのもあるんですけど、まあ、芽吹選手ポジションを前に前にということで まあ、あのメインは1万メートルだと思うんですけれども、この5 0 0 0メートルの種目でも積極的にレースを推移することができました、やっぱり目吹選手の良さっていうのは、中間層、うまいですよね、あの苦しい、他の選手は苦しいところでも前にしっかり勝負できるから、ラストスパートのポジション取りがいいところで発揮できるというところで、ほ、まあ、他の選手の方がスプリントはあるかもしれないですけど、トータルでやっぱり目吹選手ってまとめる強さはあるのかなと感じさせられました。 今日も本当にいい走りができてトップでフィニッシュしたインドの選手がインド新記録を出したんですけど13分11秒あのしっかりあのそのスパートに対応しようと、ね、腕振りも切り替えたしあの動きも切り替わってすごいいい走りができた、まあ、そんな気がしました、まあ、本当に芽吹選手にとってはいいこの駒澤大学、のこの春卒業して、まあ、社会人新1年目でいい環境で、ね、このまま 練習が詰めててるんじじゃなないいかなっていう,ふうに感じました。練習の成果を12分に感じるような本人も発揮するようなそんなレースができたんじゃないかなというふうに思います見事日本人トップでフィニッシュしましたのはトヨタ自動車鈴木芽吹選手13分13秒80の自己ベストをマークしました日本人2位でフィニッシュしましたのは駒澤大学4年生の篠原幸太郎選手13分15秒70、えー、屋外学生新記録ということで まああの青学の、ね、鶴川選手が持っていた13分18秒、日本選手権でマークした記録を3秒約3秒更新することができたということで、篠原選手も非常に良かったですね、まあ、終盤までしっかりあの集団にいたというのが、やっぱり篠原選手の好好成績につながったかなと思います、まあ、ちょっと、ね、間、空いたタイミングが一瞬だけあったんですけど、スーっと前についていって、芽吹選手をしっかりマークすることができたんじゃないかなと思います。 まあその辺りはやっぱり篠原選手のスプリントスピードの能力の高さを感じさせられました、まあ、今日は同じぐらいのタイミングで絆挑戦記録会があって青学の鶴川選手はそっちに出てたんですけど鶴川選手はねこっち出てくれたら面白かったななんて思ったりもしましたし駒澤大学3年生の佐藤圭太選手はまあ欠場とな,なりまして。 あとは中央大学のため息いった選手もね欠場となったんですその辺りがいたら、ま、もっとね先頭集団が豪華だったような気はしてますそして日本人3着でフィニッシュしましたのは NDT 西日本小林歩夢選手で13分31秒36ちょっと間いきましたけどやっぱり小林選手も前半は前の方で勝負することができたし粘りはさすがだなと思います駒澤大学 OB ということで小林選手もしっかり貫禄のある走り存在感のある走りをしてくれました 日本人4着はトヨタ自動車の田沢廉選手、13分36秒99、まあ、前半から無理して前に行かなかったというところを見るとやっぱりリハビリ段階というかここから調子を上げていこうというようなところなのかなとまだその段階ではあるのかなというふうに感じました、まあ、無理せずしっかり戦ったまとめた感じはしたのかなと思います、まあ、本来であれば芽吹選手篠原選手のあたりに先頭集団に。 しっかり食らいついつて、まあ、勝負するどちらが勝つか分からないですけどやっぱり田沢選手もそういうタイプの選手だと思いますからちょっとそれができなかったのは残念だったなとは思いますが、まあ、持ってる能力また年齢的にも若いですから来年の東京世界陸上そしてロサンゼルスオリンピックも狙ってくると思いますので、まあ、しっかりこうやってちょっとずつね調子上げてってくれれば持ってる能力の高さポテンシャルはありますからすぐ戻るんじゃないかなと思います続いてホンダの小袖秀人選手が日本人 1>, えー、1、2、3、4、5番目でフィニッシュしました13分41秒46ということで、まあ、小袖選手もあのスピードランナーの一人ですよね、えー、しっかり走り切ったんじゃないかなというふうに思いますそして、吉井俊介選手中央大学3年生、えー、日本人6番全体の8位ということで吉井俊介選手が前半日本人トップで、ね、あの小池選手の真後ろについたんですちょっとね力ンな感じはありましたよねスタートダッシュというか 思いっきり行き過ぎた感じはあったしそこで力を使ってしまった感じはあったのかなと思いますあれがちょっとねもったいなかったなとは思うんですけどやっぱりどちらにとってお兄さんの吉山田選手の方がああいう思い切って前半ガッと突っ込むようなレースをするんですけど俊、まあ、介選手はトータルでまとめるの上手かったんですけれども今日はやっぱり記録を狙ったデータが故におそらく前半から突っ込んだのかなと思います今年の夏行われましたパリオリンピック 5000m で え、吉井俊介選手は代表の座を狙ってましたが、残念ながら届かずということでした。ありましたが、まあただ、5000メートルを中心に強化を図ってきたということで、まあ今日の前半はやっぱり吉井俊介選手の良さは光ったなと思いますし、やっぱり練習してきただけあるなと感じさせられました。まあただやっぱり、できるだけリラックスリラックスして、トータルでまとめるっていうところと、まあポジション取りも激しいですから、前半前行くっていうのは、いた方ない部分はあるんですけれども、そこしっかり我慢することができれば、 まあ、もっともっと、ね、吉井俊介選手の良さが光ってくるような気はします、まあ、それでもしっかり13分45秒63でまとめたあたりさすがだったなと思いますチームは10月出雲駅伝ではなくて箱根駅伝の予選会に挑むわけですけど、まあ、俊介選手も全日本箱根に向けてしっかり仕上げていってくれればと思いますそして、えー、日本人7番目でフィニッシュしましたのは本田の中野翔太選手中央大学 OB の中野選手がしっかり走り切りました ま前半いい位置にいましたねで力んでもなくて肩のもう本当に力入ってなかったんで結構いいとこいるなと思ったんですけれどもただちょっと中間層苦しくなってしまった感じは見受けられたかなと思いますそれでも13分48秒43さすがスピードランナーだけあるなとは感じさせられましたということで、えー、本日9月28日ヨギボーアスレチックチャレンジカップは、えー、鈴木芽吹選手が日本人トップ13分13秒80 本当に素晴らししいいいいタイムで走り抜いたんじゃないかなかと思いますそして篠原選手も学生記録ということで、えー、屋内あ、屋外学生記録ということで、屋内はチームメートの後輩の佐藤啓太選手が持ってます、13分1桁を持ってますけど、まあ、篠原選手も素晴らしい走りを見せてくれました、き、まあ、今日絆挑戦記録会、全然タイムは違いますけど、リラックスして走った鶴川選手、えー、そして篠原幸太郎選手も思い切って力を入れて走って、素晴らしいタイムで走りきったということで、この2人が出雲駅伝の1区でね、 激,激突してくれたらめちゃくちゃ面白いなというふうに思いますけどどうなるかというところは一つ、ね、ポイントになってくるかなとは思ってますけど、まあ、やっぱ篠原選手も別格に強いなと感じさせられましたあとはやっぱり欠場者中央大学のため池いった選手も北連ディスタンスチャレンジで1万メートル2 7分台中央大学記録中央大学史上初の27分台マークして、まあ、調子上がってきている今シーズン絶好調のため池選手は欠場ということで。 まあその理由がちょっと分かりませんけど、しっかり箱根の予選会には間に合ってほしいなと思いますし、あとは駒澤大学の佐藤圭太選手、ずっと海外でトレーニングしてましたから、帰国してまあ調子が、コンディションが合わなかっただけなら、まだね、しっかり体調整えて出雲駅伝見たいなと思いますけど、ちょっとそのあたりは怖いですよね。出れなかった選手たちが、この10月の駅伝シーズン、どう絡んでくるかが一つポイントになってくるかなと思います。田沢選手もここれから上がってくるだろろううというところと、い まあ、吉井俊介選手はスピードランナーですしトラックで世界を目指しているということで今後に期待したいと思います、まあ、駒澤大学中央大学のね、えーまあ、先輩後輩 OB 現役生というような構図になったそんなレース展開だったんじゃないかななんて思ったりもしておりますということで今回の動画を終わります